週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？スペシャルオーディオドラマショートショート詰め合わせ。6年8組ヴィレム先生出血編。起立。で、おはようございます、ヴィレム先生。おーす。じゃあ出血取るぞ。出席番号1番、アイセア・マイゼ・バルガリス。はーい。返事ははいだろ、アイセア。はーい、ヴィレム先生。ったく。2番、アルミタ。はい。アルミタ、はいな。はい。入ったアルミタ、入ってったろ。もう泣かせた、泣かせたっすね。泣かせたわね。って、俺のせいか。そうなのか。ああ、俺が悪かったから。泣くな、アルミタ。な、な。ナイグラートのトロトロクッキング。絶品イケメン男子の筋肉のハーブパイ包み。皆さん、こんにちは。楽しいお料理のお時間です。進行は私、ちょっぴりおしゃまな食いしん坊トロールナイグラートと、ちょっぴり影の薄い天然系助手のラキシュが担当します。まずは生きのいいイケメン男子のお肉を用意します。出せ。具体的にはどういうタイプのイケメンがいいんでしょう。そうですね、黒髪で栗色の瞳の18歳くらい、長期間熟成された筋肉質で脂身の少ないお人よしが最高ですね。え、食材が逃げた。もうスタッフ、何やってるの。しょうがない、ちょっと捕まえてくるわね。事件編。大変だ、チアット刑事。どうしたんだ、コロン君。テレビ局前に男が倒れていると通報が。何？出動だ、コロン君。監察官のパニバル君、説明を。ガイシャはヴィレム・クメシュ。死因は右腕を噛みちぎられたことによるショック性失血死です。噛みちぎるだと？第一発見者はトロールのナイグラートさんです。ナイグラートです。で、発見時の状況は？深夜スタジオ出たら人が倒れていたんです。あまりの美味しい、あ、じゃなかった、ショックで私びっくりしちゃった。深夜人がいない時間を狙っての犯行か。おや、ホトキさんの指先のこれは。こりゃティアット刑事、文字ですかね。読めないな。ゴロンさん、これ占うという感じじゃないかしら。占う？さっぱりわからん。ティアット刑事、これは血で書かれたダイイングメッセージでは。そうか、パニバル君、これは事故じゃない、殺人事件だ。6年8組ヴィレム先生次週編っす。ヴィレム先生、アルミタヤシに出て行っちゃったじゃない。次週とはラッキー。レンはそうかもしれないけど、私は先生がいないとつまんない。ところでクドリって何月生まれっすか。突然何よアイセア。1月だけど。1月生まれ、巻きぐそ座のあなたの今日の運勢。チャラッチャラー。え、巻き何。新しい関係性が生まれる予感。気になる人がいるなら耳元で囁いて大胆にアプローチしてみよう。耳元無理よ、そんなの。ラッキーアイテムは汗だくのちくわぶ。
身につけると彼と大接近できるかも。どうやって身につけるのよ。この占いアプリ当たるんすよ。いいんすか、チャンス逃しても。くぬぬぬ。恋愛はチャンスではない、それは意志。おお、いいこと言うっすね、レン。国語の教科書に書いてあった。すべてクトリ、あなたが決めること。でもちくわぶってしっかし帰ってこないっすね、ヴィレム先生。レディース早朝物語。うわぁ、ヤバそうなの来た。ああ、おい、こんなとこに人間がいるぞ。は、ティアット。泣く子も黙るレディース軍団、プディングの縄張りに入るたいい度胸じゃねえか、人間。いや、チーム名かわいいな、おい。ラキシュさんにでけえ口聞いてんじゃねえ。ほたた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 。あ、虫。全員集合。うっす、タニバル姉さん。総長のおなりだ。総長。おい、おめえら。はい。この声は。あたいの名前を言ってみな。まさか。はい、刻んだ肉塊は数知れず、神をも恐れぬその剛腕。歩いた後には屍の山。天空をかける凍える氷。我らが総長ネフレン様っす。そう、このプティングの総長ネフレンター、あたいのことよ。レナイグラートのトロトロクッキング。新鮮な成人男性のお肉が手に入りましたよ、ラキシュさん。うわー、血が滴ってる。新鮮すぎ。まずは大きなノコギリを用意。え、ダメ？放送事故？ちょっとスタッフ、そこはひるまないでプロ根性見せなさいよ。倫理的に無理？いいわよ、じゃあ私が直接プロデューサーと話しつけるから。はっ。またですか？私が勝手に進行しちゃいますよ、ナイグラートさん。68ウイウイ、あなたの愛せ甘えでバルガリスの60A ラジオの時間っす。早速お電話っすよ。こんにちは、ラジオネーム悩める妖精です。最近なんだか友達の個性に埋もれて影が薄いような気がしてて。集団生活では優しい子ほど遠慮しちゃって前に出れないっすよね。でもそれも大事な個性っすから気にする必要はないっす。あと悩める妖精ちゃんが主役になれる瞬間は次シリーズにもちゃんと用意されてるから万事オッケーっすよ。それ何の予言？ゴーゴーティアット刑事推理編。占うとは一体どういう意味だろう、コロン君。わかりました、ティアット刑事。犯人は占い師ですよ。催眠術で猛獣を操って仏さんを狙ったんです。また君は適当なこと言って。ティアット刑事、目撃者が見つかりました。なんだと、パニバル君。目撃者のネフレンさんです。私は見た、犯人の大きな体と桃色の髪を。そして聞いた、血に濡れた口から漏れる妖艶な笑い声を。おっかないわね。しかし手がかりがこれだけじゃ手詰まりですよ、ティアット刑事。そうか、謎はすべて解けた。6年8組ヴィレム先生。女子更衣室編。次は体育っすね。クトリ、なんすかそれ。
ホッケに仕組んだちくわぶがべちょべちょになっちゃったのよ。本当にやったんすか？気持ち悪。結局先生は戻ってこなかったし、効き目ないな、ちくわぶ。まあそのうちいいことあるっすよ。もうねえ、日焼け止め塗ってくれる？もうゆいっと。このキャップ開かない。出た。やだ、こんなに飛んで胸がべちゃべちゃ。いいんすよ、どうせ使うんだし。アイスよ、胸にはそんなに塗らなくてもいい。大葬儀の隙間から胸元にも結構日差しが入るもんすよ。やだ、もう。はい、完了。次は私の番っす。もう腕と背中を重点的に頼むっす。何今の？二の腕の裏側がどうも弱くて。じゃあここは？ああ、マジ勘弁っす。良いではないか、良いではないか。ほら、やめなさいって。父はただの肉塊、つまり無用の長物。体育始まるから。肉塊？族レディース総長物語。ネフレン総長、ごしょ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 。あん、人間。ほら、総長に面を見てしろ。だあ、離せコロン。ねえ、俺だ、ビレムだ。ビレムだと？なあ、お前みたいな小さな子がこんなことやっちゃダメだ。こういうのはもっと大人なお姉さんたちに任せてだな。じゃあかましいわボケ。あーベッシュ。てめえも結局忌まわしき肉塊を好む陰獣ってわけか。何？何の話？どうしやすか総長。下らっしゃー。下下下って、あーちょおい、どこに連れて行くつもりだ。おいまさかあたいは止まらない。すべての肉塊を滅ぼす、その時まで。ゴーゴーティアット刑事解決編。犯人はお前だ、ナイグラート。第一発見者が犯人。ベタだな。あら、何の証拠があって？大きな体、桃色の髪、妖艶な声、すべてあなたの特徴に合致している。言いがかりよ。なら占うというあのダイイングメッセージはどう説明するつもり？これは占うの文字ではない。何？カタカナのトとロだ。トロ、まさかトロール。仏さんは最後の力を振り絞って犯人の正体を残そうとした。種族っていう絶対的な特徴な。ただ美味しいお肉が食べたかっただけなのに。ナイグラート、殺人容疑で逮捕する。ナイグラートさん戻ってこないな。このままじゃ放送終わっちゃうよ。番組の途中ですが、臨時ニュースをお知らせします。世間を騒がせていた猟奇殺人犯が逮捕されました。犯人ナイグラートは生放送の料理番組で使用する食材確保のため犯行に及んだと思われます。本当に怖いですね。え、番組打ち切り？それとも降板？降板ね。やったわ、私が主役。それじゃあ皆さん、来週からは新番組ラキシュのふわふわクッキングをお楽しみに。6年8組ビレム先生放課後編。あー疲れた。結局1日アルミタのおもりで終わってしまった。ビレム先生。あーくとり。やだ先生、びっくりしすぎじゃない？耳元で囁くのはやめてくれ。ええー、
そう言われるともっとやりたくなっちゃう。頼むからやめてくれ。もう下校時刻だろ。さっさと帰れ。わかってる。でも今日は先生ずっといなかったからさ。帰る前にどうしても顔が見たかったの。あ、あ、照れてる。照れてなんかない。ちくわぶの効果あったかな。は？ふん、なんでもない。じゃあね、先生。あ、痛い痛い。耳はやめろって言っただろ。やめないもん。はぁ、あ、たく。